梅の CS で懲罰交代わらわら。梅の懲罰 CS で懲罰は草。アウトコース梅の懲罰、早いカウントで外を狙い撃たれまくる高橋&梅のバッテリー。3回でキャッチャー坂本に交代。全然動く。キャッチャー変えるの。残念ながら当然。どんでんぶち切れ交代で草。高橋春人はそのままか。ああこれで打たれたらリード批判ができなくなっちゃうよ。キャッチャー交代って本人にとってはピッチャーより屈辱そうだな。どんでんはリード中だからな。岡田最後の試合で梅の懲罰か。岡田最後で後味悪すぎて草。岡田秋信の集大成、捕手に懲罰交代。CS で懲罰とかなかなかないやろ。アウトコース一辺倒なのがど素人でもわかるからな。何のためのシーズンだったんや。2年目の CS まで気づかんかったの草。最後の最後でこれは草。